はい、こんにちは、大ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらでございます。はい、ガシャポンのリュウソウル03、はい、いきたいと思います。でね、今回はこれ何だったっけ、なんか新規がね、また一種類なんだよね。前回があのブランクだったんだけど、今回はちょっとね、ミニブック見てみましょう。はい、ラインナップはレッド、ゴールド、メラメラ、ビリビリで、小さソウルで、クンクンソウル、あ、クンクン、これがあれか、新規かっていうのでね、全部見ていきましょう。まあ、組み立て式です。はい、全部でね、6種類開封組み立ていたしましたけども、今回のね、新規はクンクンソウルで、あとメラメラとビリビリとゴールド、レッドで、小さソウル。はい、クンクンソウルです。剣の形が人の鼻かな、これは。で、ソウルモード、お、鼻の穴がでかい、嗅覚に特化したソウルなのかな。で、番号がね、 V-042 クンクンソウルで、レッドがね、これまた、ん？今回3回目か。はい、で、 V-012 番号一緒ですね。で、続いてこっち、小さソウル。はい、これはもうデラックスで出てるやつがガシャポンで登場。で、番号が V-029。で、お次はゴールド。で、V-017。で、こっちがね、食玩版です。で、番号がね、017。はい、一緒なので、まあ、音声認識は省略します。で、ロボの頭部なんだけど、まあ、食玩ガシャポン、まあ、そんな大差はないかなといったところ。はい、あ、なんかでも胸の青の色が違うね、若干。ほんとこういった細かな違いだけですもんね、食玩ガシャで。あとはね、裏のプレートが銀だったり金だったり、まあ、そういった違いぐらいですかね。はい、お次はね、メラメラソウル V-049 で、食玩バージョンが049、一緒ですね。まあ、これもね、プレートが銀だったりオレンジだったりで、顔、まあ、これもそんな大差がない感じ、うん。ただね、ガシャポンって組み立て式なので、結構ね、このプレートだけポロッと簡単にね、取れやすいんだよね。なので、ここね、まあ、接着で留めてあげたりとかしてあげてもいいかなという、そんな感じ。ちなみにね、手持ちのやつはもうここ、ほんとこの穴の部分、瞬間接着剤ちょん付けで、はい、止めて、結構がっちりくっついてます。で、メラメラ、メラメラが番号が 054 V-054 ですね。で、食玩版が3段ね、これも054で一緒。ちょっと剣の金色の部分違うかなといったところかな。はい、まあ、ビリビリもメラメラももう3本ずつになってきたと。これがデラックス。はい、ではね、音声認識クンクンソウル流送剣のみでいきたいと思います。はい、そんなわけでね、簡単ではありますけど、今回の動画は以上となりますが、まあ、流送剣に想定した時のクンクンソウル、クンクンソウって、なんだろう、クンクンソウって。他だとね、なんか強そうとか硬そうとか、なんとかそうだったんだけど、クンクンソウって。で、あとね、必殺技の時のクン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 っていうのがすごい可愛かった。結構ね、流送ル、まあ、音声個別認識でね、いろんな楽しい音声が入ってるからね、まあ、集めていきたいんだけど、結構ね、この前、先日か、一覧表作ったんだけど、
数かなり増えてきたね。でちょっとね、デラックスだったり食玩だったりガシャポンだったり、そうたまにね、昔よく聞かれてたんですよね、その保育園の親友達、そう中華屋さんでね、充電池とかロックシールとか買ってきて、これ何ですかとか、聞かれた時に、これはね食玩ですよ、ガシャポンですよって、ほらやっぱり知ってる人は知ってるんだけど、知らない人からしてみたらね、全部一緒じゃないですか。なのでまあここら辺のね C とか V とか、まあ、そこら辺のやつ、まあ、ちょっとなんか解説的な動画でも作ろうかなと今計画してますので、まあ、アップした際はぜひともよろしくお願いいたします。はい、そんなわけでね、今回以上となります。並びは本社、ただこれメラメラとビリビリに関してはね、まあ食玩でもそうなんだけど、まあ、出てきたら今回いい感じなのかな。でも一番のあたりは個人的にはクンクン、そんな感じです。はい、そんなわけでね、以上、ご視聴ありがとうございました。